ウンベルト・アルベルト・メヒアは、パナマ共和国パナマ市出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。2013年9月16日に、インターナショナルフリーエージェントで、マイアミ・マーリンズと契約金5万ドルでプロ入り。2014年は、肩の問題により出場はなかった。契約から2年後の2015年6月5日に、 マーリンズ参加のマイナーチームであるルーキー級、ドミニカンサマーリーグマーリンズで先発し、プロデビュー。同シーズン同チームで13試合に先発し、74.2回を投げて、防御率1.69を記録した。2016年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグマーリンズと a 級、バタビアマックドックスに2チームに所属。チーム合計で試合に登板して、 防御率2.09を記録した。2017年は2014年同様、肩の問題により出場はなかった。2018年は A-9 バタビアに所属し、15試合に登板して防御率3.30を記録した。2019年は A 級クリントン・ランバー・キングスと A 級ジュピター・ハンマー・ヘッツに2チームに所属。7月と8月は腕に痛みがあったため、 三投板のみに止まった。シーズン成績は2チーム合計で18試合に投板、防御率2.09を記録した。シーズンオフに、マーリンズは、ルール5ドラフトから保護するため、メヒアを40人枠に追加した。2020年7月の開幕は、ロジャーディーンスタジアムを本拠地とする、オルタネートトレーニングサイトに配属された。8月7日にアクティブロースターに昇格。 チームは当初、メヒアを2022年にメジャーデビューさせる見込みであったが、COVID-19 の影響により予定を繰り上げての昇格となった。同日行われたメッツ戦で先発し、メジャーデビュー。この試合では2.1回を投げ6奪三振1、失点であった。2020年8月31日に、スターリング・マルテとのトレードで、ケーレブ・スミス、 後日発表選手と共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。マーリンズ時代は参加内で最もコントロールが良い投手とされており、落差のある70マイルパーワー台のカーブと常時90から93マイルパーワー、最速95マイルパーワーの速球を主な球種としている。その他スライダーやチェンジアップも使用する。怪我をせずシーズンを乗り切ることが課題とされている。 ありがとうございます。